ボックスベルクは、ドイツビュルテンベルク州マインタウバーンに属し、ウムプファー川の渓谷に位置するボックスベルクは、周辺のバウラントに点在する12の地区と共に、ボックスベルク市を形成しており、その地域は、高度海抜150メートルから400メートルにかけて、広がっている。年間平均降水量は626ミリメートルである。 これは、ドイツの全国平均よりも、約25%低い値である。最も乾燥する月は2月、必順な月は6月である。2月と6月とでは、降水量に、約1.9倍の差がある。ボックスベルクには、かつて独立した、自治体であったアンゲルトゥルン、ボブシュタット、エップリンゲン、クップリヒハウゼン、レンゲンリーデン、オーバーシュプフ、シュバブハウゼン、 シュバイゲルン、ウイフィンゲン、ウンターシュプフ、ビンディッシュブーフ、ベルヒンゲンが属す。ボックスベルクはおそらく600年頃に創設された。メロビング町時代の出土品が最初の入植時代を物語っている。東フランク王コンラート一世の重視であったエウボコによって集落の高台にボックスベルク城が建設された。ボックスベルク貴族家は1144年頃に この城の城主となった。おそらく1250年頃に都市圏と市場開催権を獲得したと考えられている。都市、城、ボックスベルク家はこの地の重要な官職を担っていたヨハニター・フォンベルヒンゲンに従属するようになった。ビュルツブルグ司教ベルトルトニ2ホンシュテルンベルクはこの書領をシュバインベルク城と交換した。 その後、騎士団はこの地域の司令部を、ボックスベルクに移した。1523年のボックスベルク城の破壊1381年に、ヨハニターはボックスベルクの所領を、ローゼンベルク騎士家に売却した。1470年、プファルツ選帝校、マインツ選帝校、ビュルツブルグ司教は、強盗のようなローゼンベルクに対抗するための同盟を、結び、その城を破壊した。 その破壊された城の中にボックスベルクも含まれていた。その後ローゼンベルク家はボックスベルクの所領をプファルツ選帝校の霊園として回復した。1523年に帝国アハト系を宣告されたメルヒオールフォンボックスベルクとの戦闘のためにボックスベルク城はシュバーベン同盟軍によって再び破壊された。その所領は新たにプファルツ家のものとなった。 1548年には、キシアルブレヒト・フォン・ローゼンベルクが、またもやボックスベルクの所領を回復したが、1561年頃に、ついに、プファルツ家に、これを売却した。この間、1470年から1477年まで、及び1523年から1547年まで、この都市は、アムト所在地であった。 マテウス・メイリアンによる1645年頃のボックスベルクその後ボックスベルクは長らくプファルツ選定公領に属した。ただし一時期ビュルツブルグ司教及びメルゲントハイムのドイツ騎士団に仕入れされていた時期がある。ボックスベルクは1561年から1691年まで及び1740年から1802年まで。 フファルズ選定工領のアムトあるいはオーバーアムト所在地に名前が挙げられている。ボックスベルクは1802年または1803年にライニゲン工領1806年にバーデン大工領に属した。1802年から1924年までボックスベルクは再びアムト所在地となった。1924年にこのアムトが廃止され、この年は ベツルクスワムとタウバービショフスハイムに属すこととなった。このベツルクスワムとから1938年にタウバービショフスハイム軍が成立した。第二次世界大戦後、ボックスベルクはまず新設されたビュルテンベルクバーデン州に編入され、1952年にこの州はバーデンビュルテンベルク州へ改編された。ここではボックスベルクは タウバービショフスハイム軍全域とともに、まず、ノルトバーデン行政管区に属した。現在のボックスベルク市は1972年から1973年にかけて、行政改革の一環として13の旧市町村が合併して新たに成立した自治体である。ボックスベルクは、アムと所在地として何世紀にもわたり、 地域の大部分を管轄した歴史と伝統を有していた。また、同じ時期、1973年1月1日に、軍域の再編も行われ、ボックスベルクは新設された、タウバー軍に属したが、同軍は1974年にマインタウバー軍と改名された。1980年代に、ボックスベルクは、ダイムラーベンツ・コンツェルンのテストコース建設計画に、 反対する市民運動、文都州によって、ドイツ全土で知られるようになった。連邦憲法裁判所が建設に必要な土地の接収は許されないとの見解を示したため、テストコースは建設されなかった。しかし、これよりも小さなテストコースが、ボッシュコンツェルンによって運営されている。ボックスベルクの市議会は22議席からなる。文章の図柄は、近似に、 緑の身部の山、その上に立ち上がった黒いボック。各地区の紋章ボックスベルクの旧市街と城山美しく一部は大変に古い木組建築が多くの地区で見られる。変化に富んだ混合林の中をよく整備されて標識を備えた遊歩道が通っている。小麦栽培や木材で炙って乾燥させた小麦個生産が重要な農産物である。 ベルヒンゲン地区にあるプロテスタントのヨハネ、騎士団協会は、バーデン・フランケン地方の聖堂と呼ばれる。この協会は、おそらく1220年頃に、聖ヨハネ騎士団によって建設された。オーバーシュプフ地区には、シュプフ側のアゼニ12世紀に建てられたバーデンで最も、古い自営協会がある。この協会の初期ゴシック様式の壁は、ほぼ完全な形で保存されている。 ボックスベルクの郷土博物館には、農具、武具、有限とシュティール様式の家具、ボックスベルク上司の中等、郷土研究家、カール・ホフマンの暮らした部屋などが展示されている。ボックスベルク郷土協会 EV は、1911年から、旧市庁舎でのコレクション形成を担当しており、学術論文誌、ボックスベルガーハイマートヘフテを毎年観光している。 その上、この郷土協会は、博物館の5月祭として、毎年特別展示を開催し、上司の保護研究に携わっている。ボックスベルクには、NATO の燃料基地があり、ウンターグルペンバッハの燃料基地を介して、セプスパイプライン網に接続している。ウンターシュプフ地区には飛行場がある。シュバインゲルン地区には、ホフマンメニューマヌファクトアの本社がある。この会社は、 社員食堂、病院、老人ホーム等向けの冷凍食品、生鮮食品の重要な生産者であり、ドイツとオーストリアに1200人の従業員を要している。このうち約800人がボックスベルクに勤務している。以前はラインシュテッテンにあった養豚教育研究センターは2006年に2100万ユーロを投資した。 広さ17ヘクタールの新しい施設をボックスベルク市内に建設した。ロバート・ボッシュ社はビンリシュブーフ地区に広さ94ヘクタールの広さのテストコースを有している。ボックスベルクは連邦アウトバーン A81 号線にボックスベルクインターチェンジから直接アクセスすることができる。ウムプファー川流域は連邦道。 B292 号線によって結ばれている。迂回路がないため、特に、シュバインゲルン地区や、ボックスベルク地区では、激しい交通渋滞が起きていた。アウトバーン A81 号線への接続道路が、バートメルゲントハイムまで開通したことで、交通量はかなり軽減された。ボックスベルクとベルヒンゲンの間に、フランケン鉄道シュトゥットガルト・ビュルツブルグ線の駅がある。 シュバインゲルン、ウィフィンゲン、ウンターシュプフにあった駅は今はもうない。ウンターシュプフ飛行場はウンターシュプフ地区の西部にある。ありがとうございます。